でもあなたも他の奴らと一緒でしょ。残念ですがノエルなら今頃どこかで他の男に抱かれてますよ。相変わらずだな。君はノエル君の友達か。そんなことあなたに関係ないでしょ。あ、思い出した、こないだイラストの取材に来た人だ。あなたが書いたんでしょこの記事。まあ一応な。今までたくさんノエルのインタビューの記事を読んできたけど、この記事が一番ひどいです。どこがひどい。特にイラストに関する解釈がひどい。どういうことだ。キサラギノエルの描くイラストに共通して感じ取れることは、色彩感覚から伝わる心の豊かさ、その線のタッチに感じ取れる優しさ、そして何よりキサラギノエル君が多くの人に愛されているという幸福感に満ちた幸せなイラストばかりである。違うか。あなたは何もノエルのこと分かっちゃいません。何も。まあそうだろうな。ノエルのイラストに感情なんかこもってません。そのことはノエル自身がよく知っている。あいつが感情込めて描いた絵はこの絵一枚だけです。その絵は確か彼にとって思い出だとか言ってたな。へえ、ノエルがそんなこと言ってました。あなた悪い人じゃなさそうですね。あなたはなぜノエルが絵を描くか知ってますか。いや。ノエルは感情を紛らわせるためにイラストを描くんだ。あいつがいろんな男に毎晩抱かれるようにね。つまりどういうことだ。あいつは幸せなんかじゃない。男に抱かれて楽しんでいるわけじゃない。あいつはいつも悲しんでる。ノエルは自分を紛らわせるためにこんなくだらないイラストを描いたり男に抱かれ続けているんです。君はノエル君のことが好きなんだね。好きだって？違う、僕はノエルを愛しています。じゃあなぜ君は彼の男遊びを許してるんだ。信じてるからです。ノエルが最後には僕を選んでくれるってこと。あの絵の少年は君か。残念ながら違います。ケンちゃんです、幼馴染の。ノエルのことは誰よりも僕が一番知っている。あいつはね、誰よりも壊れやすく弱いやつなんです。だからあんまりあいつをいじめないでください。千鳥くんにここにいるって聞いたんだ。会いに来ると思ってたよ。あと3往復したら抱かれてやるよ。俺はそんなことをしにここに来たんじゃない。言いたいことがあって来たんだ。俺は毎晩君を抱いてる男の一人になるつもりはない。俺は今後君に会うつもりはないし、仕事で一緒になることもない。千鳥君から聞いたよ君のこと。
あんないい友達がいるのに、どうして君はそんなことを続ける？君だって本当は分かってるんだろう。今の生活がいいことじゃないって。もう自分のためにも男遊びなんてやめたらどうだ。疲れちゃった。もう引き上げてよ。俺はお前のために行ってるんじゃない、千鳥くんのためにここに来たんだ。おい信じらんねえな。お前そうカリカリすんなって。どういうつもりだ。分かったよ、男遊びやめてやるよ。ただし僕を捕まえることができたらね。俺は泳げねえんだ、そんなバカなことできない。スタート。本当は僕を抱きたいんだろう。バカにすんな、そんなんじゃないって言ってんだろ。あれ、約束だぞ。汚ねえよ。死んだふりなんで。これが大人の勝ち方だ。やられたってわけか。約束は約束だぞ。もう二度と男遊びすんな。よし、二回戦だ。煽り続けたアルコール、ここでの過去というのはですね、妻が死んだという事実を意味しています。ということはこれを全体的に言うとですね、これ現実逃避を意味してるんですね。
どうしたの最近。何が。真面目に授業を受けるなんて珍しいじゃん。そりゃいろいろあるからね。いろいろってなんだよ。なんだよそれ。別に。あ、そうだ。はい、これ明日提出のレポート。大丈夫、もうレポート提出したから。え、今まで迷惑ばっかかけて悪かったね。僕も少しは学生らしく頑張ってみるよ。新発売するシャンプーの売りとしまして、今までにない、まあ、全く新しい爽快感といいましょうか。ああ、爽快感、まあ、それ、具体的に、はい、他社とはどんな感じに違うんですか。あ、これがですね、はい、まあ、当社で独自製法で作ったですね、うん、すごく乳液入りのですねこのシャンプーなんですけども。あ、乳液入ってる。そうなんですよ、まあ、これが女性向けなんですけど、はいはい、あ、じゃあそれの新しい版を打ちます。そうなんですよ。それ僕飲めないんですよね。本当ですか。はい、僕ね、だから1杯目から焼酎なんですよ。あ、本当ですか。はい、あ、もう中には、まあ、芋ですからね、最近甘いのは。何飲みますよ最近。焼酎なんかどうですか。焼酎も飲むんですけど、はい、でももうビールですね。あ、基本的には、いいですね。まあだけどこれ撮影終わったらぜひ。そうですね。飲みたいです。お願いします。なまってんな。俺はもともと泳げねえんだから当然だよ。でも間宮さんいい体してるよね。なんかやってたの。ボクシングやってた。へえ、どんぐらい。ちょっちゅね。何それ。なんだお前知らねえのか。知らないよ。じゃあさ、今度間宮さんがボクシング教えてよ。ああ、今度気が向いたら俺のボディーブロー食らしてやるよ。おい、何撮ってんだ。これが主な病院の都内の病院のリストなんですけども、ここから何件か取材重ねてリストアップして、その中から適当に具体的に場所がいいなと思ったら後で行って、それで取材をして、現実に振り回されるようになり、現実世界に不必要なものを見失うようになってしまったという寂しいこと、これは否定的側面が見れます。